はい、えー、時刻は9時2分を回ったところです。皆さん、こんばんは。ああえー、ご無沙汰しております。えー、下関から発信する、えー、社会課題持ち込み型ライブトーク番組、ジョイン0 8さん、えー。今日でオカリ何回目ですかね。118回目です。はい、118回迎えました、えー。大変ご無沙汰しております。 えいつぶりですかね、おかりこれ。<laughs> だ9月の11とかで、多分だいたい2か月前が最後の配信です。そんな前にな,なにありと。はいはいはい。なるほど、なるほど。はい。えー、では、約、今日は10時までっていう形にしますので、えー、1時間お付き合いよろしくお願いいたします。えー、番組進行役の、えー、北尾陽次です。えー、そして、えー、いつものレギュラー揃っております。 ええー、資本を代表する連続企業家であり、えー、ベンチャー経営者の吉田さが画面真っ黒ですけれども、はい、大丈夫ですかね。はい、<laughs> もうもうちょっとで再開会しますんで大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それと、ええー、番組のお手伝い映像クリエイター、そしてディレクターの岡藤林太郎君、おかりんです。はい、はい、お願いします。お願いします。なんかおかりにあれだね、髭、はい、若干剃った。 あだヒゲが最近何ヶ月か前までは20ミリでバーッと適当に1週間に1回これやるって感じでしたけどうんなんかどんどん最近短くしても大丈夫なんだなってことになって今12ミリとかなんかそんな感じでどんどんなんかいい感じのセンチをまた探ってますね <laughs>、うんなるほどなるほどはいはい 吉田さん、いかがでしたか、この間、9月から10月。そうですね、なんだろうな、忙しかったけど、何が忙しかったんだろうな、なんかめちゃくちゃ忙しいかったですね。うんどう <laughs>、うん、忙しかったっていうのは、これ、まあどう捉えるかだと思うんですけど、どういうふうに忙しかったですかいやーなんか なんだろうなぁ。うん、まあ、なんかちょっと多分、google カレンダーとか見ないと、うん、どんな感じで忙しかったのかなんかいまいちあれですけど、うん、でもなんか全然忙しかったとは関係ないんですけど、うん、もう、韓国に行ってまして、はい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 。まあ、半分仕事、半分、まあ、いや、8割仕事、2割プライベートみたいな感じの、で、3日、3日間韓国にいたんですけど、うん めちゃくちゃ歩いたんですよ、なんか本当にめちゃくちゃ歩いたんですけど、まあ、なんか、ってもよく分かんないし、うん、電車いっぱい乗り継いでとか、まあ、めっちゃ歩いてみたいなことになるんで、その時になんかね、思ったんですけど、うん、あやっぱ旅をするってのは歩くことだなと、なんかあの、改めて思いましたね。普段歩いてないなと思って、あんまり。うん,うん。座ってることの方が多分多くて。 旅に出ると確かにめっちゃ歩くなみたいな感じで、うん、特に海外行くとなんか日本国内だとまあ言うてレンタカーとか、まあ、自分の車とかってこう、うん、結構こうプライベートな移動空間ってあるじゃないですかだ、うん、からまあ普段の日常の延長線上みたいな部分っていうのが結構車の中だったりまああるんですけどなんか外国に行くと勝手が全然違うし、あのー、よく分かんないからなんかどこを。 どこに何売ってるのかもよくわかんないみたいな感じで、ただひたすら歩くんですよね。うんうん、だから何か旅って歩くことだなというのをね、なんか再発見したというか、再認識した感じがありましたけどね。うんうん、その歩く旅だった韓国で何か新しい発見とか気づきとか、何かありましたいや,いやとにかくやっぱりソウル、ミョンドンとかもめちゃめちゃ元気な。 お祭りみたいな感じでしたね。なんかなんか元気いいなと思いましたよ。日本はそれに比べて、まあ、僕ら下関に住んでるから特にですけど、街 <laughs>、うん、に活気みたいなの。だから、活気があることを是とすれば、街、まあ、おこしみたいなことになるんでしょうけど、うん、まあこれだから成熟したと捉えるべきなのかどうかよくわかんないんですけど、まあでもとにもかくにも、なんか、うん うん、毎日がバカン祭りみたいな感じの人出だったし、うん、なんかすげえ熱気があって盛り上がってんなっていうのと、あとまあ、あ,とありきたりですけど、とにかくやっぱ円が安いんで、うん、もう何一つ安くないな、安く感じないなっていう、うん、なんか韓国といえばちょっと安く買い物できるところみたいな、なんかそんなイメージあるんですけど、うんうん、なんか全然安く、い焼きが4000ウォンだったんですけど、うん、えっと、だから500円ぐらいかな たい、うん、焼き一個500円ぐらい、だから全然なんか割安感ないじゃない露天のたい焼きですよ。うん、そうそうそう、だからそれがなんか円が高いときは、それが250円とか、そんな感じなんで、なんかあ日本に比べると、半分とまではいかないけど、まあ安いなという感覚だったんですけども、なんか全然ね、日本と同じかそれより高いみたいな感じもして、うん、改めてこう世界の中での日本の今の安さみたいなところに。 なんかすごい実感もしたし、まあ、とにかく歩きましたね。うんなるほど。オカリンは歩きましたか <laughs> 僕は最近自転車、もともと散歩を趣味で適当にやってましたけど、最近折りたたみ自転車をゲットして、うん、で、なんかインチがちっちゃい18インチとかの自転車乗ってるんですけど、うん、そうすると、それ僕全然知らずに。 あれだったんですけど乗り始めて気づいたんですけどめちゃめちゃこぎ出し早いんですよでざンク調べたらまあとりあえずそのタイヤちっちゃい自転車の方がそのまあ加速が早いみたいなねで、うん、もう僕自転車最近週3日ぐらいは乗ってんじゃないかな大体それも自転車で1時間ぐらいサイクリングするの楽しいなっていう,こうむしろ歩きがベース車と歩きがベースだったんでこの自転車っていう乗り物ってこのなんか、うん 歩くよりも早いけど車よりも遅いっていう速度感で普段の通りとか見るのとまた違うなみたいな感じですけどね。自転車ですか、はいうん、<laughs> いやいいんじゃないですか全然探り探りの会話してますけどなんか僕今日新聞でたまたま普段見ないけど新聞見たら「上祭りっていうのが昨日あってそれ、うん、市なんそれでなんか。 11万5千人動員とか言ってたんですけど。えー、本当ですか <laughs> 本当だろうと思って、<laughs> なんか、そ,それはささき<主>があるないの話しましたけど、うん、え、うん、ウベ市の人口が15万だっけみたいな。14万とかで。それは1日ででそう、日で。それ主催者発表そ。そう、主催者発表だから、まあ、嘘,こ嘘だろうと思ったけど、そんなことになってるんですか今、世の中。 うん、いやでもなんか、和館祭りもなんかね、今年俺、久々に子供連れてメイン会場の方久々にって本当10年ぶりとか、そんなレベルで行ってみたけど、うん、めちゃくちゃ多かったね。和館祭りっていつでしたっけ ?8 月。あちょっとコロナで自粛してたのの反動がまあ出てる。 ととえななくもないという気はするけどでもなんかね、本当思うよ。なんかこの人たちは普段どこにおるんやろうかと思って。よくあれですよ、ーねーそういう話で。<laughs> どっから湧いて出てくるんだったらしいですよね。<laughs> <当>虫見てるね、<laughs> わら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  <laughs> <laughs>。ちょっと僕も忙しくて10月から、今も現在進行してんか珍しく忙しいんですけど、何かコロナが多分終わってはず 秋だからこうイベントもやりやすいじゃないですか、うん、気候もいいし。というんうん、ってことでまあ僕はまあそういう業界っちゃ業界なんでイベントあると大体忙しくなるんですけど、うん、やっぱ3年ぐらいこういうの忘れてたからあれこんなに忙しかったかなとかなんかあれなんかその数字の感覚とかお祭り11万人だっけとかなんか、うん、<laughs> なんて言うんですか時差ボケみたいな感じっていうかあれみたいな感じでちょっと。 これ何なんだっけこれみたいな。なんかちょっと戸惑ってる感じですけどね。なんか難しいのありがたいんですけど。れれコロナ前ってこんな感じだったっけみたいな。で、コロナ前とかいうと北尾さんとかと喋ってましたけど、イベントやりすぎみたいな話を僕と北尾さん確かしてて、あれ、どんぐらいやってるもんだんだっけみたいな。のがなんかちょっとこう、自分忘れちゃったなみたいな感じで最近、そんな感じですけど、う。ん そうね。本当なんかこう、うーん、コロナ、なんか、えっ、ー、と、今まで俺は2回、長いこと、長いこと伝ってあ1週間ぐらいの入院をしたことがあって、1回目はまあ、返答腺を切って、30、30後半ぐらいだったかな、返答腺切って、まあ、1週間入院して、で、その1週間の間、当然なんか物も食べれないし、みたいなので、こう、なんか、なんていうのかな、あの、はい 普通のありがたみみたいな、こう,うあるあるやけど、普通のありがたみみたいなのを感じて、で、退院したら、まあ、一週間ぐらいはなんかそれにこう、その自由さに感謝みたいな感じだけど、もう、10日も経てばもう、すっかりのど、<laughs> の喉元すぎればで、そんなことなんで忘れてしまって、みたいなことって、まあ、よくあるじゃないですか。で、コロナもまあ、3年間はああいう、こう、まあ、異常事態みたいな、まあ、今から振り返っても、うん、やっぱ異常事態ですよね、なんかね。 で、それからまあ5月に第5類とかになって、まあ半年経ったわけですけど、まあ、今のこのなんか違和感みたいなのもどうでしょうかね。あと半年もすれば、あの、も、何もなかったかのように、なんかコロナがはるか過去みたいな感じにな,なっちゃうんでしょうね、きっとね。元に戻っちゃうというか、元に戻っちゃうっていうか、うん、それが普通になっていく。でも相変わらずマスクしてる人多いですよね。 うんまあ、インフルエンザみたいなん、うんうん。だから、なんか、か邪でしょうね、ほんとね。だから、風邪の予防と同じように、みんなマスクはしてる人多いから、うんうん、それ以外はもうほぼ平時に戻ったんじゃないですかね。そうですねあの。あんまりお店の前で消毒液見つけてもしなくなったっすもんね、僕自身も。うんうん、あんまりそこ気にしなくなってきてるから、なんかね、年末に向けて、 なんかインフルエンザめちゃめちゃ増えそうみたいなこと言われてるから、ま,あ、またそうなるとね、まあ、少しまだ半年とかなんで、マ、まあ、インドがちょっとそっち側に振られて、マスクする人が増えたりする可能性はあるんですけど、まあでもそういう感じで、結局、まあ、コロナのあの時,時期も、まあ、特に2年目以降とかは、まあ、それが意外と当たり前になっちゃってるっていうか、うんあのー、自粛というかね、まあ、ステイホームみたいなのが。 あの当たり前になっちゃってる感じはまあ後半特にあったと思うんででもあなんかコロナの時はそのいやコロナをどう乗り越えるかみたいなのとか、うん、なこうオンラインをこう導入した新しいサービス展開をみたいなの言ってましたけどこういざこう、うん、ふわっとなんか終わった感じになってると「あなな何,何やってんだっけ俺」みたいな。その <laughs> <laughs> なんか、まあ、オリンピックがあったときはオリンピック頑張るぞとかだったしまあね、それからコロナも2年ぐらいあったから、うん、コロナを脱出するんだみたいな、生き残るぞみたいな感じでしたけど、うん、終わってみると、あれこれ、俺何やってんのかなっていう、ちょっとこう、そういう時ありますけどね <laughs> <んか S 2>、うん。そうね、なんか、やっぱり今から振り返っても、うん、なんか、身体性を伴ってないっていうか、うん、まあ、俺は一回コロナになったけど、うん、あまあ、なったっていうか、 検査してないから、まあ、現実的には分からないけど、多分きっとなったと思うけど、自分に食らっとうときはわ、きついなみたいな、でもまあ、インフルエンザよりは少し楽な感じがするなとか思いながら、まあ、それは身体性を伴って、あ、本当にこの病気はこのように存在してたんだって感じた5日間ではあったけど、うん、でも、それ以外の時って、やっぱりね、あの一部言われてたような情報のパンデミックみたいなものに近いっていうか、うん なんか、すべてはそうっていうか、だから東京オリンピックも、まあ、俺は現実見てないし、その、本当にあったのかももう定かではないみたいな、あの、正直ね、東京に住んでた人はいろいろね、感じることがあったり、実際に競技を見た人はそれを見て感動したりとかって、いろいろあったと、もちろん思うけど、でも、下関に住む、あの、俺からすると、なんか、それは映像の中の出来事であってみたいな、うん、なんか、そのやっぱり情報型みたいなところが、 なんかな引き起こしているなんかい,いろいろな幻想っていうか、うん、なんかバー,チャルバーチャル空間で起きていることみたいな,、うん、なんかそれはすごいねなんか思うけどなそれのなんか極まりみたいなものがコロナ禍の3年間みたいな気は正直するかなうん、うん、あのこの時々 特に2020年の緊急事態宣言があった時とかを思い出すっていうか思い起こすことがあるんですけど今考えりゃすごかったですよね外に出るなみたいなことをねうん、うん、でなんかたら本当に人がいないみたいなよくああいう時代に生きてたなっていうぐらい遠くの昔遠い昔に感じるけれども、うんうん、今思えばあの生活様式ってすごかったなってやっぱ思いますもんね。うん まあ、本当ですね、ソーシャルディスタンスとか、まあ、あとビジネス系でいうと、なんか DX みたいなやつが、うんあの、完全に一過性のブームだったという感じはしますけどね。うん、<laughs> やったほうがいいと思うけど。まあでも、<laughs> コロナ禍がなければ、この番組だってできなかったでしょうからね、うん、ある意味、まあ何らかの形でできてたとしても、うん、それが実際、2020年のね、4月、5月からスタートしてるわけだから。 もうかれこれ3年以上経ってるわけであって、4年目ですけどね、<laughs> すでにまあね、なんかだから、まあ、面は変わった気がしますよ、そのうん一、うんあのー、面、2面、3面みたいなものがあるとすると、うん、あの僕はこのコロナっていうのは、少なくとも僕自身の環境にとっては、なんかステージが変わったっていうのは間違いないですね。うんうん <で>まあ、あとキャッシュレスもあー、ね、あーどうぞどうぞいいですよいやいやまあいいんですけどいやだからその、まあ、例えばイベントやるとかまあなんかじゃあ今まで通り通常営業に戻れますねみたいな話でわ、うん、っと戻ってきた時にそのそのコロナのことでなんかぼやけてるけどよく考えたらそのコロナ以前からこうね日本の問題とか地域の問題とかいろいろあったわけじゃないですかけどなんかその、うん、なんかだからもうちょいこう違うことやんなきゃみたいなことを考えてた人いっぱいいるわけで、うん、なんかこう なんか、惰性でそのコロナ前のことをそのもうただ盛るだけ,だけでも違うなっていうか、なんかあんま手応えないなっていうか、うん、なんかねそこのまあ、コロナを経ることでまたそこのなんかやる事業とかの意味づけとかも多分変わってきてるし、なんかそういうのを、うん、なんていうのかな、ちゃんとこうかん考えていかないとなみたいな、うん、<laughs> 感じ <laughs> すいません、うん うん。そうね。なんか、うん、コロナ前の、こう、と今の、なんか一つの違いの一つになんか、なんていうのかな。えっ、ー、と、実はもう維持、あの、不可能だったいろいろなものの、なんかやめるインセンティブになったっていう気もするし、うんうん、まあそういう意味においてはなんか加速、それが加速したっていうか、うん。なんかそれはね、あの、すごい感じる部分の一つかな。だからまあそれを、だからやっぱり、 続けていける形ではなかったと認証したというかね、なんかそれ、まあもうみんなもう辞めるきっかけ待ち、まあ、そういうふうに思ってはなかったとしても、うん、まあでもコロナが確実にそのきっかけになって、な,なくなった集まりとかいっぱいありそうな気がするけどね。だからそのイベ,ンイベントとかもなんていうか、まあみんなオンラインの対応能力みたいな、それなりについたから、なんていうか。うん だから例えばじゃあ音楽のライブで何ですか、うん、東京の方からでっかい大手事務所の人がなんかとかし文化会館でやりますみたいなのとかもなんていうかそのコロナの前の時の音楽のライブっていうものと別にさ配信あるなしかからず今このなんとなく終わった時になんか結局前のやり方戻っちゃうのかよっていうことのなんかつまんなさみたいなのもあるっていうか。 もうちょい、なんか、その、エンターテインメント事業として、また新しいワクワクちょうだいよっていうのもあるし、なんか、まあ、僕、なんか、そんな感じ。で、なんか、うん、もうちょい、ただ戻るだけでもな、みたいな、うん、話、堂々巡りしちゃってますけど、僕のせいで。うん、なんか、そういう、僕、なんとなく、不満、不満感っていうか、なんかこう、どう、どうすんだっけみたいな感じがすごい、なんか、 思いまでも、うん、なんだろう、時代の潮流に乗れない、例えばテレビなんか分かりやすいと思うんですけど、うん、もう衰退していく流れだったものが加速度的に衰退していってるのは早い、これは確実ですよね。だって、うんそのね、自宅にいましょうっていう形でステイホームとか言いつつ、結局テレビを見ずにみんなスマホを見てたわけでしょ。うんうん、それにによってさらネッットフリクスとか アマゾンプライムとか、<laughs> そういったもののサブスクの台頭を招いてしまったがゆえに、テレビ、より一層必要であるものじゃなくなっちゃったわけじゃないですか。うん。だからそ、そういった意味では、さっきオカリンが、なんか、なんとか市民会館でどうのこうので、なんか、昔に戻ってるっていうか、っていう、<laughs> 私はそこまで感じない、まあ、確かに、昔に戻る必要があるものは戻っていいとは思うんですけど、<laughs> うなんか、もう戻ってないものの方が多いんじゃないかな、って思いますけどね。うん <laughs> まあなんか、リアルがいいよね、みたいなブームも去りそうな感じもしますよね。うんうん、何かっちゃやっぱりリアルがいいよね、みたいな、あのー、まあリアルがいい部分ももちろんあるし、デジタルでいい部分ももちろんあるしっていうのは結構ちゃんと浸透してんだけど、なんか、ステイホームと同じように、なんかリアルいいよね、みたいな煽りが、 すごい、こう、あの、メディアからもあって、やっぱリアルいいよねって言っとこうみたいな、あの、あとフルスペック開催とか、うん、なんか、うん、そう、そういった一過性のものが、この、あと残り1、2ヶ月ぐらい、この2023年で一旦一周して、まあ、DX も、あの、一旦一周して、まあ、来年ぐらいから本当にアフターコロナのスタートみたいな、なんかそんな感じはしますけどね。うん、まだ、まだちょっと、うん。わ、うん、かる。ちょっと下駄履いてますよね、なんかね。かそ,そうそう、ちょっと下駄履いてる。うん イベントとい,い,いろいろんな意味でね。うん。まああれじゃないですか。リアルでだけは困る人とリアルでなくても困らない人みたいな。うん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 。そうそうそう。うん、なんかあのー、あのー、同窓会のまあメイン感情ですね。あのー、来年やるわけですよ。うん。うでえっ、ー、とー。 いわゆる開放誌ってあるじゃないですか。その各高校の同窓会の開放誌っていうのがあって、うん、まあそれぞれあると思う。いろんな形があると思うんですけど、まあ基本的には紙なんですよね。うん、で、紙で印刷をし,してみたいな、1000部とか2000部とか、まあ来る人たちに配ったり、広告出していただいた方に配ったりみたいな、まあ仕組みが出来上がってるんですけど、うん、で、これを、まあウェ、例えばウェブに変えるみたいな、あのー、取り組みみたいなのをした時に、あのー、 いや、それはもう卒業アルバムみたいなもんだから、やっぱ紙である必要があるっていう意見と、<laughs> そのウェブに変える方が、まあ、えー、いろんなことをこうフレキシブルに対応できるし、あのー、若い世代にも、その若い世代の同窓生にも、まあ、見てもらえるチャンスが増えるし、まあ何よりもコスト削減になるから、まあ、ウェブでいいんじゃないかっていう、 意見とか、まあ、例えば、両極あるとして、まあ、ちょうど間、そのレイヤーのちょうど真ん中ぐらいが、まあ、どっちもやっちゃったらいいんじゃないみたいな。うん、その、高齢者世代向けには本も作り、で、若い世代向けにはウェブも作り、みたいなところの、この今なんか3つの、こう、意見に集約されてき,てきてるんですよね。もう全部振り切って、もうデジタル、ウェブに変える、ウェブマガジン的なものに変えるというのと、まあ、鉄柱案で、 本も残しつつウェブも作るみたいな。で、えー、いやいや、本がやっぱりいいんだと、その手触りのある本がいいんだみたいな、うん、あのー、これどう思います <laughs> 難しい <laughs>。<laughs> すごいの振ってきましたね <laughs>。なんかね、こういう、なんか、二項対立と、まあ、その中間、日本人らしい中間みたいな問題って、多分各所にあって。うん その、だからさっきの、例えば会議はリアルがいいんだっていう人と、うん、いや、ズームでよくねっていう人と、じゃあ、ズーム参加もできるし、リアル参加もできるし、そうなっちゃってるような気がしてて、うん、で、まあ、その一概に言えるも題はもちろんないんだけど、なんか僕は今、その、その、なんていうかな、いろんな思考、その三つの思考の真ん中でそれをこう、聞きながら、どの気持ちもわかるんだけど、じゃあ、 何がベターなのかみたいなのを問われたときにそのよ、自分の中でもまだせ整理がついてないというか。うんうん、それはあれじゃないですか。その会というか、その主体となる人たちが、どういうふうな意思決定、方向性というか価値観というか、どうこれからどうしたいのかということを示すことじゃないですか、ある意味形という意味う,うん。だから、うん、そのもう常に核っというか。 我々の同窓会は常に新しいものを求めて、ええ、でしかも世の中を変えていくんだ。だから、紙やめますって言って、ええ、それで道理が立つんだったらそれでいいと思うんですよ。ええ、で、ハイブリッドだったらハイブリッドでいいと思うけど、お金とか手間がかかると思うんですよね、逆にね、それって。ええうん、でいや、紙を残すんだって言って、もう伝統のいわゆる、その、まあ、ある意味、 確信を左だとして、伝統を右だとすれば、要は右に寄るのか左に寄るかじゃないですか、はっきり言えば。うんうん、でそれで今の,その漢字が、よし、左に寄せようって言っても、多分一旦紙やめて、ウェブにし,しましょうと。したら、来年戻す可能性もありますけど、うん、今度また右に寄ってか、ウェブやめて紙にしますっていうことも出てくるわけでしょ、うんか、漢字の方向性によっては。そうですね。だから、一回やめていいんじゃないですかね <laughs> うん。なるほど。なんか、うん アーカイブをね、アーカイブが残っていくような、うん、あのお、残っていくっていうことの良さとか、なんか意味みたいなものも,も、僕たち、僕とか北尾さん世代は理解できるじゃないですか。うん。あの、本をか、あの、紙の本で読むのがいいと思うのか、それとも、あの、いわゆる、えー、iPad とかを使って、Kindle で読む。 そっちの方が効率的だよね。まあ、どっちもわかるじゃないですか。本ってかさばっていくし、溜まっていく。うん、デジタルだったら、その iPad1 台に何百冊何千冊って本のデータが入れられるわけだから、まあ、非常に効率がいいし、整理整頓も、まあ、あの、しやすいし、デジタル空間にある、あるから、物理的には何もないから、部屋の中に何も物が増えていかないと。っていう、まあ、どちらの派もあるじゃないですか。で、僕はどっちもありだと思うんですよ。なんか物によっては僕は本買いたいし、物によってはデジタルでいいし、物によってはオーディブルで。 聞くのでいいみたいな、なんか、そ,それぞれのすみ分けがあ,あっていいんじゃないかなっていうふうにあの思ったりするんで、まあ、これもなんか結構、結果なんか同じような気がしてて、なんか70代とかの人は、いや、本は紙だろみたいな、うんあ、iPad でパラパラめくって読む、そのあの手触り感含めて全部本なんだみたいな、でそれもすごくよく理解できるしあの、僕らの子供たちが、別に2倍速でよくねみたいな。 いやいや、一倍速で見るからこそみたいな、なんかこの辺のなんかいろんなすごい構図と僕は似てるなと思ってて、それがだから、北尾さんが今おっしゃったような、そのやる人の意思決定によって、あの、決めていいんだっていうことなんだろうと思うんですけど、なんか長いこと、なんていうのかな、多数決的な世界というか、 あのー、なんとなく合意形成を作っていく。なんか、まあ、言い方を変えれば、なんて言うんですかね。ちゃんとこう根回しをするみたいな、そういう社会とか文化の中で生きている僕たちからすると、なんか、このい、違和感がある。それ、どちらかに決めていくっていうことに。なんか、どう考えても、年配の人たちは多分、 本ととといいいうアーカイブが残っててくことに意味を感じているとでも例えば若い世代からするといやそんな本もらったって捨てるだけだし、あのー、もったいなくないし全然サステナブルじゃないじゃんってなるとうん、うん、その中で意思決定というのはまあ右左どちらかに意思決定をするのかさっきの、まあ、ハイブリッドというか。 あの、どちらも満足させるような形で手間を2倍に増やすかっていうことになったときに、結構僕らの社会って、なんか圧倒的に真ん中、もしくは古い側、真ん中から古い側のレイヤーをやっぱり選びがちな社会にずっと生きてきてるから、まあ、よく言われる前例がないとかっていうのもまさにそういうことだと思うんですけど、だからそ、それに慣れてないっていうのをなんかすごいね、 僕はどっちかというと、革新派っていうか、うんえと、物事を変えたい人間なんだけど、まあ、50手前になって、そういうお役目をいただいたときに、意外と迷ってる自分がいて、完全にあの振り切るぞとは、まだ言い,言い切れないっていうところがあって、これは何なのかと考えていると、あそういう社会の中で生きてるから、思考がそういう癖になっちゃってるんだっていうのをすごく感じるんですよね。うん 解放誌っていうのが僕はあんまり正直ピントをまだきてないんですけど、うん、それ名簿みたいなやつなんですかあのね、うん、3分の1えぐらいは、うん、あの例えば校長先生の,あのコラムがあったりその同窓,会 <laughs> 同窓会の漢字イヤーの人たちのなんか、うんえー、取材があったり現役生が書いたあの作文があったり。 部活がどういう成績でしたとか、うん、あの特集ページで昔の先生をに会いに行ったみたいな特集ページがあったりするのが3分の1ぐらいで、えーうん、で残りの3分の2が、えー、と協賛していただいている企業さんの名刺代の広告がずらっと並んでるっていう紙媒体それなんか全然もうすごい実務的な話ですけどウェブにするって言った時にその紙の情報のだから印刷する PDF そのままバンって貼り付けるとかじゃなくて。 この Web には Web の情報の出し方みたいなのがあるじゃないですか。そうねで。なんかその、<laughs> そういうのはあるなーっていうのはなんか思うっていうか、その、うん、だから、な,なんですどそのなんか校長先生のコラムとかがその記事ごとになっていくのかとか、その1個の記事ページでブワーっと全部見れるようにするのかとか、うん、そのなんていうか Web、うん、の作り方みたいなのが、 なんかもう一回紙に戻ってくるみたいなこともあったりすると、なんか面白い感じなんのかなとか、嫌なんないのかなとか、うん、そういうことはありますよね。ウェブでそのままやってもつまんないぞこれみたいな時に、うん、そもそもこう開放誌っていうのは何作るんだっけみたいなことになってくるっていうか、そもそもそうすげえ面白い開放誌だったらみんな読むわけで、 うん、そのそもそもなんかあんまりまず紙とかオンラインとかっていうのももちろんあるんだけどそもそもその形式じゃなくて内容それ自体がこれだんだん,だん開放してのはっていうことになんかなってきて、ねうんうん、なんかだんだんだだなるもちろん内容もいじっていかないといけないし、うんうん、あのただ型っていうのがあってね。はいはい で、その型っていうのに乗っかっとくと、めちゃめちゃ楽なんよ。もう型があるから、もうそ,そんなに何なて言うのかな、手間、手間をかけなくていいっていうか、あの、もう、納期に作文が上がってきて、それを印刷会社に渡せば一冊の本になるみたいな。で、広告も、その、今まで広告いただいた企業さん回っていくと、お互いが持ちつ持たれつの関係ができてるから、ああ、じゃあオタクの広告出しとくから、うちの高校も出してね、みたいな。 まあ、あの、そんな感じで、誰々さんにお世話になってるから、じゃあやっとくよ、みたいな。で、企業側も別にそんな広告価値を認めてないし、あの、求めてないし、うん、っていうものに、なんか、俺は正直20代のサブサブサブ感じみたいな、その時に、これ全然意味ねえなと思ったよね。こんなこと作る必要がないし、<laughs> だ絶対変えた方がいいよって同期に、ね、うん、俺らの代になったら絶対変えようよって、でまあ、実際そこから20数年経って、自分らの代になった時に、<laughs> なんかその、 続けてきた良さみたいなものも、なんとなくわかる年代に差し掛かったときに、まあ、極端に右左に触れる以外の結論があるんじゃないかなって考え始めたことに、えー、かな、直接的な表現をすれば老いを感じるっていうか、まあ、思考の変化を感じるっていうか、20代の頃なら間違いなくもうぶった切ってやめてたと思うよね。意味ないでしょ、こんなのって。 でもなんか、ある人にとっては意味があるっていうことを知るっていうのは、なんか、年を重ねていったいいところでもあるような気がするんよ、ねうん、自分にとっては全く意味がないんだけども、ある人にとってはこれは意味があることで、そのある人っていうのがまあ結構な数いて、それを守っていくっていうのも一つのやり方なのかもしれないなあとか思うようになった時点で、まあまあ、いい年になったってことなんだろうなあっていう気はするけどね。 でもどこかのタイミングで変える必要があると思いますよ、客観的に聞いててですよ。うん、だって、うん、その広告 <laughs>、まあ、私も高校の同窓会とかそういうとってつながりであるけれども、うん、とはいえね、ね、まああのー、実はうちの父、親父と、あのー、吉田さん、同じ高校、うん、母校なんで、まあ、下関なんかあるある話じゃないですか、やっぱりそれなりの伝統校なわけですよね、うん、っていうか、で同窓会でもすごい、なんていうのかな、その えとち力を持ってるというか、人が集まる大きな、うん、もうコンベンションですよね、同窓会というよりはほぼコンベンションですよいやね。で、それだけの規模ではあるけれども、あのー、今年ね、そのや大学とかで学園祭ってあるじゃないですか。うん、で、うん、これはあのー、私も大学では学園祭実行委員やっててで、ちょっと母校の学園祭の連絡があったんですけど、えっとね、3日間あったのがね今年1日しかやってなかったんですよ。 さらに言えば、<ー>その同じくさ解放誌じゃないけれども、学園祭のね、そのいわゆるパンフレット。 うんうん、でその半分以上はスポンサーで賄ってる、でその広告出向が一つの、うん、いわゆる利潤となって、学園祭を運営する費用に補填してたわけですよ。で、そしたらそのパンフレットが、もう目録っていうか、もうただあ、なんていうの、ただこういう演目っていうか、当日のスケジュールだけぐらいになってて、うん、あと挨拶と、広告一切なくなってたんですよ。うん、で、同じことがその下関私立大学の学園祭でもあって、うちの社員が言ったら、うんうん パンフレットがなかったんですその分厚いパンフレットが薄っぺらいのものになっちゃってって、たぶ、うん、どこの大学でも同じことが言えてて、うん、要は広告を取りに行くっていう概念がそ,うそうもそもなくなっちゃったわけですよね。大学の予算で身内のイベントになっちゃってるんですよ。完全に学生さんというものが。うんうん、これは一つのコロナがもたらした変化だと思うんですよ。まあ来年ぐらいから復活するかどうか分かんないですけれども。うんうん、ってなった時に、広告の取り方もこれからホームページでウェブのバナー広告取りますとか、例えば企画に広告つけますみたいなことになっていった時に、 これからね、その同窓会を持続可能なものにしていくんであれば、その20年前に吉田さんがこんなもんぶった切ろうぜみたいなこと言ってたことを、<え>ここの時点で変えないことには、次の世代に受け継ぐってなったときに、いつまでこれやってんだってことになりませんかねって話ですその通り、うん、<laughs> その通りいや本当にねその通りなんですよ。よ その通りなのに迷うってことに、なんか僕は自分、<laughs> 我がことながら戸惑ってるっていうか、あこういう感覚が芽生えてくるんだっていう、あのー、うん、なんかそれをね、すごいね、あの、感じる、なんか僕は結構意図して、まあ、北尾さんは結構まあ学生さんたちとね、あの講師もやってるぐらいなんか触れ合う機会が多いと思うんですけど、僕の中で、なんか、僕、業界団体っていうのがあって、それのなんか青年部 っていうのがあるんですよ、業界団体の。うん、で、毎年一回、その、どこか、ええー、どこかの、あの、県連が手を挙げて、主催して青年会議っていうのを、毎年一回結構大きめのやつをやるんですよ。で、僕も若い頃、下関で2回引き受けて、あの、2回、海峡メッセとか使って、あの、全国からそういう、あの、同業者が集まって、あの、シンポジウムじゃないけど、そういうことや、やったんですよ。で僕、それやってるときに、えー、っと、ずっと思ってたのが、 結構40代後半とか50代の人たちがいるんですよ、その場に。で、なんか、めちゃめちゃかっこ悪いなって、僕個人の、まあ、美意識の中でね。いや、青年じゃないじゃん、みたいな。<laughs> どのつら、どのつらさでて青年会いって。10年だろ,う年年だろう、お前たち、みたいな。これ <laughs> <laughs> でなんか、やっぱりその宣言とか意思決定には、結構そういう人たちがまだ残ってて。で、20代の頃は、なんか、それに対してなんか、すごい僕は、違和感をめちゃめちゃ感じてて、 すげえ嫌だなと。自分絶対あんな風になったら嫌だなと思ってたんで、僕はあの39で完全に引退して一切出なくなったんですよ。うん、若手の会というのに。で、うん、そこから僕は意識して、どっちかっていうと上の年代の人たちの会に、 こう中心に出るように、こう意識してて、今もう完全にそっち側に行っちゃってるから、若手なんですよね、僕その中ではまだ。もうエラ若手なんですよ、そういうものの中で言うと。で、で、もちろん逆側に行けばもうただの10年なわけですけど、あの、こっち側に行くと、で、こっち側の方がマジョリティなんで、あの、若手で、まあ意,意図的にそっち側に行ってるんですけど,ど、そっち側に行くと、なんか、 ちょっとわかるな、みたいな感情も、ま、少しずつ自分の中で芽生え始めてるんだろうな、っていう気がしてて、ああ、なるほど、なるほど。確かに、髪の良さってあるよね、みたいな,な。今日、一昨日か言われて、なんかすごい、あの、象徴的だったのがね、いや、デジタルに変えるのはいい。若い世代のこと考えたらデジタルなんだろうけど、なんかだいぶ上の、20歳ぐらい上の先輩ですけど、あれを、 その人は素棚に並べてるらしいんです。毎年の同窓会の解放誌を。うんうん、で、自分たちがやった機能解放誌を手に取って、気がついたら1時間ぐらいなんかパラパラっとめくってた。こんなこともあったな、みたいな、うん。そっから10年経ったらどうなんだろうって、10年後の小川しとった、あ、こういう風に変わってんだ、みたいなので、気がついたら3、4時間なんか時間が経ってたみたいな経験ってめっちゃいいぞ、みたいな。 それはなんか、僕らが例えばもしかしたら今、中学校のなんか卒業アルバムとか、高校の卒業アルバム見ると、立ち止まってちょっと見ちゃう瞬間、あこういうやついたなとか、なんかそういう瞬間に近いみたいなのは、あ確かにまあアナログの良さとして、まあ、それがデジタルで完全に失われるかと言われるとよくわかんないけど、まあ、アナロ確かにな、そういうなんか、うん。 趣のある楽しみ方みたいなものがね、本を残しておくと、まあ、10年、20年経った時には、俺たちの同期でこんなん作ったんだ、みたいな、あれもあれでいいもんだぞ、みたいな言われた時に、なんか、うん、いやいや、もう時代はウェブショーとはならなかったっていうか、あ、なるほど、そういう足しなみもあるんだ、みたいな、なんか風にちょっと思っちゃったところがあって、なんかね、迷ってるとはね、まあ多分振り切るんだろうと思います、結果的には。ただ、春春してるんですよ。 確実にそうだとは言い切れないというか、そういうのをすごいね、感じますね。まあ、これは多いというのか。いやー、吉田さん、いい人ですね。やっぱコレクターみたいな人、やっぱいますよね。そういう人がすげえ歴史に詳しいっていうか、大事なキーパーソンだったりして。で、じゃあ、じゃあ、コレクター向けに、じゃあ、部数100だけにしとくかみたいなことすると。 これはスケールのあの問題でブス少ないと高くなりますよね印刷ね。そうなのやそれだったらもう線やったほうがいいじゃんみたいな。ん。いやあるのよ。だったら元通りでよくねみたいなね。なんだよな。そうですよ。いだからまあその伝統っていうのをどう残していくかっていうことをみんなで話し合う機会っていうのを設けたらいいんじゃないですか今年その来年ですかね。うんなんか。 いやだから今の率直な気持ちを、ね、どっかで吐露すると、うん、い,いです、ね、そう感じからの。そ、まあまあ、う、感じ代表漢字がね <laughs> その、いや、もうぶっちゃけ悩んだんですと。うん、で、先輩方からも、いいぞ、こういうのっていうのといやでも、若い世代のこと考えたら、紙ってもう100年後ないだろうと。例えばね、考いたとに、うん、我々の時が一つの分岐点だと思うんだけれども、 皆さんぶっちゃけどう思いますっていうのをあの海峡ベースで話し合うっていうのやったらみたいであ、そういう、そういう、かいいですよ。なるほど、なるほど、なるほど。プログラムにいいですね、それはね。確かにね。何時からの嘆きみたいな。そうそうそう。だから、伝統文化をどう残すかみたいなことを考えるって言ったら面白いと思いますよ。うん。それでだから、オンライン VS オフラインみたいなことでもなくて、結局その、コミュニティ自体がどう存続させていくのかっていうか、 そこが一番ね、大事な、うん、本当はやってくべき目的なことであって,て。そうそうそう。そうそう、本当にそう。なんか、俺らの時はね、えっ、ー、と、俺らの時の高校3年生は300人ぐらいおったよね。うん、7クラスとか8クラスとか300人。で、今どれぐらいかと,いと100から150を行ったり来たり。うん、でそうすると、どう考えても、持続性考えると、 年取っていく人間はどんどん増えていく、でも、受け,受けるその、幹事として受けるあの世代がどん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 少なくなっていったときに、まあ、どう考えてもこのやり方じゃ続かないよねっていうのは、みんなコンセンサスが取れてて、どの世代もね、続けてほしいとは思っていると。うんうん、じゃあ、それをドラスティックに変えようとしたときにその、いやいや、こういう伝統もいいぞみたいな。 あのー、だからなんか分かっちゃいるんだけどもみたいな、あのー、新しいことに対する拒絶反応みたいなものに近いのかなという気がするんですよ、ね、うん。あね、のー。ちょっとこれ水を差す言い方になるかもしれないですけど、うん、この前ちょっと高校の教頭先生と副校長先生に対して講演をする機会があってでちょっとお話ししてきたりとか、うん、最近ちょっと教育委員会の絡みで呼ばれること多いんですけれども。うん、あのー 今、同窓会の話してるじゃないですか。うん、近い将来、母校がなくなる可能性があるんですよ。あります、あります。うん。ってなったら、うん、同窓会以前に元もともともない話になってくるわけですよね。うん。うん、だから、その伝統文化になった同窓会が、その別の高校と、まあ、いわゆる合併をして、で形を変えるのか、うん、または同窓会を独立して、新設校は新設校で新しい同窓会になるのか。でこういうふうなことをしてたら、うん、必ず終わりが来るわけですよ。ど,どっちかには必ず。うんうん っていうことも視野に入れつつ考えていかなきゃいけないっていうか、あのうん、これ、前の前の配信とか言ったけど、最近は私の口癖が、もう子供のスピードよりも地域のす衰退のスピードの方が速いって言ってるんですけど、本当、速くなってて今、うんうん、だから本当、高校は特に今、山口県東部の5つの高校を2校にまとめるっていうので、今、大混乱っていうか、結構住民はわんわんってるけど、うんうん、それはやっぱりみ、あのやっぱりある方もいろいろ先生方も言ってたノスタルジーにつかる話じゃないですよと。 やっぱりその反対してる人たち自分たちの思い出とか同窓会のことを考えてわって言うけれども、うん、いやこれからの未来は子供たちなんだから子供たちのことを第一に考えたらその選択はありよねっていう意見もあったりとかするわけじゃないですかだからこれって難しいなっては思うんですよね。そううですねあのハードウェアとしてての学校ってもう やばいですもんねハードウェアとして考えたときに、うん <laughs> その、さっき言ったように、僕らの代300人いたわけだから、まあ、1000人ぐらいいたわけですよ、3学年で。でそれが今、300人から400人になってるわけだから、1000人近い人間を収容できるハードウェアを作ってるわけじゃないですか、当時は。で、そのハードウェアの上に今、300人、400人が乗っかってるわけだから、当然、もうソフト回んないですよね。<laughs> そうそう。でもそれはね、なんか本当ね、あのー、 なく、なくしていった方がいいし、統廃合していった方がいいと僕も思うんですよね。そうしていかないと、もう、なんか回んないですよね、実際のところ。うん,うん。うん。残ったハードウェアの利活用みたいなのも考えていかないと、大江小学校とかまだ多分廃校になったまんまですよね。うん、なったままですね。うん。ですよね。だからなんか、その、もっハードウェアは多分どん,どんどんどんいらなくなってくるから、あのハードはなんか新たになんか、 使い勝手のいいものにちょっと作り変えていくのか、まあ、耐震の問題とかもあるだろうから、なかなか難しいんでしょうけど。ううん。うん。そうなんですなんかそれは僕も、あの、大賛成なんですよ。どんどんスリム化していった方がいいと思うし、なんか教員の数とかもやばいんですよね、今。先生になり手がどんどん少なくなってるみたいなことですよね。倍率がどん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 低下してて、あの、とある都道府県は、 全員手を挙げたら全員先生になれるって状況だから、それはさすがに質が担保できないんで、何人か落とさなきゃいけないんだけど、そしたら教員の数が絶対的に足らなくなるわけですよ。だから要は倍率が1倍切ってたりとか、定員割れを起こしてるわけです先生が定員割れを起こしてるんですよ。うん。すごい、すごいですね。まあだからやっぱり暗記型の教育の部分はもう圧倒的にオンライン使った方がいいですよね。うん。うん。いわゆるこう。 オンラインでの、なんていうんですかね、オンデマンドで学べる、あの、掛け算とか、えー、連立方程式みたいな。で、そのプログラムを、まあ、あの、家でやると。そうすると別に先生は一人でいいわけじゃないですか。まあ、極端に言えば全国に一人でいいわけですよね。その、掛け算教える先生っていうのは。まあ、もしかしたらそれは AI でいいのかもしれない。 で、よりこう学校のハードウェアを使わないとできないようなあの体験型の学習にやっぱシフトしていくっていう、まあそういう流れなんでしょうけど、まあどこまでドラスティックに教育委員会が変えれるかとまあちょっと難しそうですけどね。うんうん。なかなか、あの僕は生成 AI で勉強させるんですよ、子供に。うん、えー。で、今こう、こう、うちの子に、まあ来年受験とかなんで、 あの教えてる学習方法は、なんかこれ、もしかしたら聞いてる方とか親御さんとか違和感感じるかもしれないですけど、あの問題集の1ページをまず解くんですよ。うん、とか、あのドリルみたいなやつをね。で、解いて、1周解いて、で、もう1回ちょっと自分で見直しやってみて、終わったら一番裏に載ってる答えで答え合わせする。で、合ってるとこはもう分かってるわけだから、で間違ってるところを、その答えと見て、それでも分かんなかったら、生成 AI に聞く、聞かせるようにしてるんだよね。うん この 2x プラス y イコール何とかを中学生に分かるように教えてみたいな。らめっちゃ分かりやすく教えてくれるんですよ。うん。で理解するじゃないですか。で、理解したら、あの同じ問題をもう一回解くと。そうするとちゃんと理解できたかどうか分かるんで、多分暗記型ってあれで十分なんですよね。めちゃめちゃ賢いっていうか、賢い、そりゃそうですよね。うん、それは正確だしう。なんかそういう教育用のやつがある、うん、チャット GPT 的ななんか、G P T 一般的にみんなアクセスできるやつで。そう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 。えー うん、あれだから受験のことだけ考えたら、僕はあれが一番効率のいい学び方だじゃないかなと思いますけど、まあ、そこにはもちろん賛否両論、いろいろあって、うん、っていう感じかな、だからなんか教育のそのものが変わっていってる気はしますけどね、あの先生成 AI の出現によって、いや、本当に小学校3年生に分かるように教えてたら、本当に理解してますからね、それ読んで。 いやーでも今、吉田さんの話聞いててすごく面白いなと思うのが、うんうん、生成 AI 使ってねそうやってやろうとしてる人がね、うん、その紙媒体をね、うん、どうやって残すかっていうね、うん、ノスタルジーにね、うん、引っ張られつつね、ね、うん、そういうふうに、ん、<laughs> 悩んでるってい聞いてて <laughs> めっちゃ振ってるのに、戻そうと <laughs> そのその、そのブレブレが面白いなと思って。 いやそれがもうそれこそがヒューマンビーイングですよ。そ、ね、もうそれこそが人間というやつじゃないかなと思いますけど <laughs> いや。ただまあ、やっぱり生成 AI が作り出していくなんか新しい社会みたいなものはもう結構ね、一歩半先ぐらいに来てる気がしてて。うんうん、だその中でやっぱ人間がやることってなんだろうみたいなのはちょっとちゃんと今のうちから 議論しとった方がいい気がするんで、なんか来週か再来週か次やるときは、この話しません、うん、生成 AI、実際、こう共有しながら。<や>うん、実際に画面共有しながら、なんかやると面白いかもしれませんね。うん、いや、そうだと思います。うん、僕は今の時点では、倒した結果で言うと、 えといわゆる記憶の勝負、あ頭の記憶であのやることはもう全部生成 AI でいいんじゃないかなって思ってますね、心の記憶の部分は、例えば、うんえー、韓国に旅行に行ったらどんな気持ちになりますかとか、例えばね、うんあの、そんなのはもう体験しないと分かんないから、心の記憶の部分はもう自分が、人間が足をあの動かしていくしか絶対ないと思うし、これから先も。 あ,のありえないと思って VR つけて韓国に行った気になるっていうのはちょっと僕も子供に教えるつもりはないっていうか、まあ、そういう世界来るかもしれないけど、まあ、それは行ってきた方が絶対いいよって話なんですけどでもなんか脳で記憶することの全てはもう別に生成 AI に頼ればいいんじゃないかなってあの普通に思いますねう,<ー>ん <laughs> うんうんう学校自体がやっぱねその同窓会がどうのこうのつより学校自体は思われだしなんかなんか同窓会っていうのも こんなんなもそもそも言い出したらね、無限に分解できちゃうけど、うん、そう集まっておっさんが飲んでくだけかよみたいな <laughs> それ、それやるぐらいだったらなんか、なんすかね、なんか地域でバレーボール大会やるために一回貸し切りましたみたいな。うん、で,で、同窓生 OB だけが運営しますみたいなこととか、あったりした方がなんか面白い感じするけどなとか思っちゃう。 かうん、なんかもうちょっとこう、うん、もう、だってその、統廃合とかでもうな、なくなりそうだっていうんだから、なんかもうちょっとこう、うん、ね、もう OB の人が、なんか、テ弁当で、なんかやり、学校にを利用して、なんかできるようにしていくみたいなこととかの方が、まあなんか、若い人も参加しやすいかなとかなんか思うけど、どう,う、そうか別にそういう力があるわけではないですよね、なんかね。うんうん まあなんか、今日でもちょっと話してて、今、少し自分の中で、ああ、なるほどな、とちょっと思いつつあるのが、あの、やっぱ壊すが、壊される側の、えっと、まあ、痛みと表現するのかな、壊される側のその、なんか、あの、いや、今までこうだったのに、なんでお前たちはっていう気持ちを、 ちょっと今、多分ん、心底を理解しようとしてるプロセスなんじゃないかなと、今日話してて思いました。結果、多分壊すと思うんで。うん,うん。でもなんか、あの頃の、いや、壊しゃいいじゃん、みたいな。気持ち悪くないみたいな。なんで今、この時代にまだ紙やってんのみたいな。っていう、なんか別に、あのー、上っ面だけを見て、こう、変えるってことじゃなくて、その、そういう人たちの思いも聞きながら、いや、でもっていう最終結論を出すプロセスに、 いるんだろうなとだからまあ結論から言うとめちゃめちゃ真面目に向き合ってんだろうな向き合わなくていいのに別にこんなにたらっとやっとけばでもねえなんだろうな、うん、同窓会、うん、そうですねでもあれですよ来るとき一挙に来ますからねあのそういう統廃合とかも含めて、うん、その衰退した時代のスイッチっていうか、うん、だから、うん、この番組で何度も言ってたその次の世代にどうバトンを渡すかっていう話あるじゃないですか。 あのー、そう考えたときに、そもそもバトンがなくなるっていうことが出てくるわけですよ。うん、で、うん、例えば、その高校だけで鍵っていうと、私の母校なんかもうなくなってるわけですよ。統廃合して一緒、<ー>他の学校と一緒になっちゃってるわけですよね。うんうん、だからもうバトンがなくなったわけですよ。分かりやすく言うと、うんうん、で母校に帰ると。 当時学んだ学び屋の校舎は建て替えでもなくなっちゃってるし、新しい校舎になってるわけですよ。うん、もう、うん、ノスタルジーどころか、母校に帰ってもノスタルジーがないわけですよ。みんな新校舎になってるわけだし。うん、そうそう、うん、学校の名前が変わっちゃってるから。 もうそういうことを、その、まじわりと私、高校のところで経験してるので <laughs>、いやー、なんか、吉田さんはそういう意味ではね、うらやましいですよ、うん、そういうね <laughs>、うん、ことで悩んでるっていうことは、うん、だから、僕らなんかもそのね、県の教育委員会のね、その、統廃合再編の結構で、最初の段階で、あの、まず、いわゆる、長門の萩とかっていう人口が急激に減ってるところは、まず、僕がターゲットになって、うん、で、ほとんどの統廃合で、もう、形がなくなっちゃったわけですよね、うん。うん。だから いずれ指紋席もその波は来るので、絶対来るんです、これ、近い将来というか、たぶん、瞬く間にやっていきますから、最初の時もやっぱ地元は相当反対があったけど、あっという間に再編されて、でも再編しても今、定員割れを起こしてる学校の出始めてるわけです、すでに。特に県の東部なんかは、統廃合して新しくしたのにまたさらに減って、定員割れをして、もう一回再編しようみたいな、ま。あ もう、三えに至っては3回、あ2回統廃合して、それとも転員割りしてるみたいな、異常事態。ちょっと時代の衰退のスピードが早いですね、ほんと。うん。でもなんか僕、ね、今話聞いて、か前からちょっと思ってましたけど、うん、なんか、時々ロスジェネ会みたいなの出るじゃないですか、2人の感じで。<laughs> 世代的な話で。うんうん、で、僕の中でロスジェネって赤木智弘っていう人で、 うん、その人は確か20年ぐらい前に「希望は戦争」っていうのをウェブに書いてそのテキストがなんか有名なんですけど、うん、要は俺たちはロスジェネだとで就職とかもうクソだったし、うん、もうこんなんだったら戦争を俺は希望するぜっていう文章、うん、もう世界めちゃくちゃになったねっていうのを20代ぐらいに出してそれでこうバッとこう文筆家っぽい感じでデビューする人なんですけど、うん、その赤木富広さんって今だから50万円とかなんですけど、うん、その結構ベタに。 その,ほその人のこういう僕が外側から見てる限りで言うとだんだん保守回帰していくんですよね。いや,やっぱりこう、うん、なんか医療費とかいろいろ言いましたけど、うん、やっぱこうお年寄りのこと守るのも大事なんじゃないですかねとかいう感じになってきててそれはやっぱりこう世代的に自分もだんだん老いとかが見えてくると。 ああ、うん、こうなんのかみたいな感じで僕なんとなくウォッチしてたんですけどなんか吉田さんにもこう似たものを感じるというかやっぱそれはまあロスジェネとかっていうより普通に人間が老いるっていうのはそういうことなのかもしれないけどなんかだんだんこうやっぱりやっぱりこう先輩方の気持ちも分かるなみたいになってきた時にまあでもこれが何十年も続いてきて結局今ってことは。 どうなんだみたいな、ちょっとなんか <laughs>、多分今の10代、20代からすると、中指立てられんのか、うん、みたいな、その辺のその、うん <laughs> な、なんかそういう感じなんだなっていうの、なんか今日聞いてて思いましたね、なんかね。そうそう、うん、ほんとねあの、保守回帰っていう言葉は正しい気がするね。うん、で、あのー、俺は個人的に自分で思ってんのは、うん 100そっちに行く前に、だからこれは表現が正しいかどうか分からんけど、うんえー、ゾンビにかまれて、ゾンビになるなるまでのいあるやでゾンビになるなると思うよ、俺、大概。そのゾンビっていうのは別にネガティブな表現ではなくて、もう、あの、 ななんていうのかな種類が変わるっていうか、もうトライブが変わる感じがするっていうか、うん、う人間としてなか変わるんですよ、ね、でそ,そ,うそうそうそう、やっぱ老いってそういうことと思うしね、うん、でそのトライブが変わる、まあ、今、過渡期っていうか、まあ、もう来年50になるけ、うん、まあトライブが変わるのを自分が今、徐々に感じ始めてる、だ例えば自分の中でまだ80%ぐらいフレッシュで、20%ぐらい新しいトライブの血が噛まれて入ってきてる。 のを今すごく感じると。で、これが俺6割7割超えたらもう前線から引退と思うよね。普通に。で、もっと違う自分のあ新たなトライブとしての生き方を見つけていくっていうか、あのー、それ多分いろいろあって、畑なんか農業なんか、もう俺は今釣りはまっておけば、まあ、それが魚を釣ることなのか、あのー、もうちょっと違う戦い方、戦い方っていう表現悪いけど、違うスタンスでいきたいなってすごい思って、思っとって、で、それこそがなんか俺の中では、 今、トライブ変わってんのに何、えーと、どの面下げて若手の会出てんのみたいな人たちに対するアンチテーゼっていうか、うあの、カウンターパンチだって本当に思ってるから、だからなんか、その、その変化を自分でもすごく前向きに受け止めておよ。ああ、うこういうふうに新しい位置が入ってくるのかなみたいな。でもまだ8割は言うても、フレッシュやけ。まだまだ反発していくんやけど、少なくともゼロではなくなったっていうのはすごく実感する。うーん。うーん でも今のオカリンの10代、20代から中指立てられるっていうのは僕はもう中指どころか多分僕らより若い世代さらには今の20代、10代から一気化成に変わっていくと世の中がそもそも構造的に変わっていくと思う。崖のごとくガタッて落ちますよ。僕らまでですよ今までの上の世代のことを維持してそれを理解して受け継いでいくことができたのは。 僕らより30代、さらに今の20代では通用しない、言葉が通じない、それは変わっていいと思います、僕は。で、変わるもんだしね。だから、いわゆる昭和、平成と言われたものが、もう令和によって終わりを迎えるっていうか、本当に日本っていうのは変わると思います、これは。いや、変わると思う。本当に変わると思いますよ。で、その変化は、すごくポジティブなもんだし、なんか、そんなもんだしっていうか。 で,でもじゃあ、その変わった先の世界を令和と呼ぶんであれば、あのーまあ、僕は昭和で生きていたいなって思い始めてるって感じですかねうんあの。変わった世界を、だから変わることを、多分なんていうのかな、変わる、言っていいよっていうのが、多分僕ら世代の役割な気がしてて、うん、あのこっち側も俺,に俺らに任せとけとこの人たちのことは。<laughs> 大丈夫。この人たちのことは俺たちに任せて、<laughs> お前たちはもう行けと。 <laughs> お前たちは未来に行けっていうゾンビ映画の映画最後のエンディングみたいですよなんかね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> それすげえ感じるな、なんか <laughs> でそれでいいなと思うし、なんかっていうか、まあ、昭和が好きかなという気は僕はしますけどね、まあ。僕はそういう意味では平成でいいと思ってるす、うん、僕は平まさに平成って過渡期じゃないですか、ある意味。うん。だ、うんうん、から本当、過渡期の世代がどう次の世代にね、バトンを渡すかとか、バトンとしてちゃんと渡せるように。 げたいで、すよねでそれをさらに新しい時代に持ってってほしいし。そうですね、いや、本当本当。だってテレビができて70年で、最近よく言われるのが、もう70年しか持たなかったんですよ、テレビって結局。で、その全盛期って、テレビが生まれて10年とテレビがされる10年で考えたら、賞味50年しか黄金期ってなかったわけですよね。 っってなったら一つのテレビっていうのが一つの目安だと思うんで、もう今テレビを見ない10代、20代から言わせれば、うん、僕らオワコンですから、完全に。オワコンをメインしてるコンテンツなので <laughs>、うん、変わ <laughs>、ね、ってると思いますよ、うん、本当。うん、いやいや、変わったがいいっすよ。マジで変わったがいい。そのいい風になんか変わったがいいっすね。うん、なんかもう別に、例えば、うん、まあんまり言うと危険思想みたいになるけど、 まあ連立方程式とか別に誰も覚えちゃいないじゃないですか。そういう意味においては僕は意味がないと思うんですよね。だって覚えてないんだから。うん、でも、なんかあの受験という仕組みそのものは、まあ、ある種平等にね、人を測っていくというところにおいては、まあ結構平等に近いのかなって気もするんで、振り返ってみると。だからまあ、それはそれで別に否定はしないんだけど、ただ 2x プラス y イコールみたいなことを覚えたとて、あのー、よー 10年、20年たったら忘れてるわけだから、忘れてないような心の記憶って何だろうって僕らが振り返ったときに、うん、まあ僕らの世代で言うと、裏山に秘密基地作ってエロ本隠したこととか、まあそんなこと,と絶対忘れないんですよ。心の記憶に残ってるからねで。そういう体験がもっと豊かになり、で、そういう体験によって、あのー、仕事が生まれていったりする世界に今近づいてる気がするんですよね。 キャンプだけで YouTube で飯食ってますみたいな人たくさんいるわけで。うん。だからそっち側に変わったらいいんじゃないかなって思いますね。そっち側に変わってほしいなって僕は強く思いますね。うん、でも僕自分がそっち側に100振り切っていくかっていうと多分いかないから、僕はまあこの資本主義という、まあ、ルールの中で引用を踏みながら、あの、その中でフレッシュなラッパーでは言い続けたいなみたいな気がするんで、だから僕はあえてフィールドを え、年配の方たちがいるフィールドに移してるって感じですね。もう、このフレッシュなところで、いや、もう学歴関係ないっしょって、こう、50年生きてきて、結構学歴で、あの、ここまで来てる人間が言っても、全然もうフレッシュじゃないから、うん、僕はだけど学歴関係ある社会の中でしか生きたことがないんで、今までね。まあ、僕はそっち側の世界でっていう感じは、なんかね、すごい思うように。 ななったかなぁと思いますこの話もね、結構深掘りすると、なんか中学生とかね、高校生が出てくれると、なんか面白い対話ができそうだなって気がするんですけどね。うん。一回ちょっとやってみたいですね、なんか昼間でも夕方でもいいから、なんか、<laughs> うん、ど,どうなの最近みたいな、えみたいなのをね。うん。うん、やってみましょうかね、ちょっとね。うん、なんかね。うんうん 高校生とかまずやってみると面白いかもしれませんね。高校生とかちょっと話してみたいですね。どこなの最近。学歴とかどう思ってんの意外とまだ残ってるからね、昭和が。教育の中には。意外と思ってんのかもしれないし。あっという間に10時になっちゃいましたんで。はい。皆さんいかがだったでしょうかえっと、なんか我々も。一個も読んでない、すいません。来てましたてるけど。いろいろ来てるけど、なんかもう、喋るかと思って。 <laughs> 全然読み上げたい一応紹介ししきましょうよ最後にせっかくやけ一応ちょっともうだから話の文脈があれだし坂越さんとあれだからえーっとただ最後の話で言うと急激な大変革の影には必ず不利益を食う人間がいて問題なのはその不利益を食う人間がある程度それ以上の決定権だとかを握っていた場合まあ面倒くさいと。 その究極が、池田屋事件、坂本龍馬暗殺の革新派を潰した、やそういうのとか、あとは球体依然とした既得者だったとああ。だからあれですよ、今回、紙媒体、同窓会で紙媒体やめたら、吉田さん刺されるかもしれませんね。印刷会社の人とか。いや、ほんとほんと。 マジっすよ。その時代が時代ならそういうことっすよ。うん。うん、世が世なら。でもなんか僕は、あの、まあ、騎兵隊にいた、いる自分みたいな、うん、あの、長州側にいる自分みたいなのをずっとこう自分の中で妄想しながら、うん、あの、生きてきたんですよ、若い頃。だからどっちかっていうと革命を起こさんですよね。江戸幕府を、とにかく徳川幕府を倒すっていう。気がついたら勝つ回収になっていたって感じじゃないですかね。うん うん、だから今、西郷高森町ですよ。無血開城してくれる。だから、まあ、徳川慶喜みたいな人が、あの、経済界の重鎮の中で出てくる、出てきてくれるといいですよね。うん,うん。体制奉還してくれる人が出てきて、で、それは、その人はその人のプライドがあるから、あの、僕ら、僕らが勝つ回収の役割として、江戸城を無血開城して、あのー、ね、これで、これに似てって感じでしょう。うん。 うん、近い気がする、すね、なんか、んそれは。僕も一応変わると思っていろいろ動いてるけど、どうなんだみたいな、もう分かんないですね。いや、意外と強いからね。ねうん。ね、意外と強い,い。そう考えると、徳川一信ってすごい人ですよね、ほんと。<laughs> すごい。<laughs> すごいと思ういやそこも、ね、深掘りしたいですけどね僕も幕末、本当に大好きなんで <laughs> なんか例えて話したんでもねもそれも,、ねもうね、話題が古いですよね若い子たちとカラオケ行って谷村新司歌うのに近いですよねそれ、きついなみたいな<笑><笑>確かにうまいんだろうけどみたいな、ね、うそうそう、いやだから、まあうん、ちょっと近い僕はね、あのー、幕末は近いと思ってますね。 てかもう今、幕末なんじゃないかなっていう気はしてますね。そうか内閣支持率も最低マークしましたからね、つい今、幕末ですよ。僕と北尾さんはあの江戸ですよ。徳川派ですよ。問題意識の高い旗本ですよ、僕たちは。少なくとも、薩長にはいない、もう世代的にね、そんな気がする。 はいということで、えー、来週やりますかどうしますかまあ、それはまた、言ったところでね、我々やるって言っても2か月やってないから。まあ、来週僕はちなみに月かどっちも大丈夫ですよ、今のところ。ああ、そうですか。はい。まあ、一応やったら。まあ、また一応来週やる予定で、ちょっと生成 AI をちょっといじりましょう生成 AI を。友達から、あれにダイアンないのとか言われたんでね、これも。 2ヶ月やってなかったのあれもう終わっちゃったのみたいな言われましたよね。ありがたい。嬉しいことやね。いことですよ続けていきますよ、ちゃんと。自分たちのジネスで。ということで、約1時間ちょっとお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみということで、ありがとうございました。お疲れさです。